どうも皆さんこんにちは、ケンゴと申します。よろしくお願いします。突然なのですが問題です。日本と中国がより良い関係を作るためには何が必要でしょうか？そう、互いの文化や価値観を知ることですよね。この動画を通じて私たちと中国とはどのような国なのか学んでいきましょう。一つ特徴から中国の在り方を見ていきます。中国人は日本人と比べて自己主張が強い傾向にあります。小さな島国日本では文化や習慣に大きな差はなく、ある程度互いの考えを察することができます。これを察しの文化と言いますよね。しかし広大な土地、多様な民族、この民族大事ですが住む中国では生まれた土地によって文化も習慣も違うので、互いの常識が通じないことが日常的に起こり得ます。自分がどんな人間であるのかを伝えるために自己主張をするのです。中国の多面的な文化体系は中国の紙幣からも見ることができます。以上のように5つの言語体系で構成されています。多くの民族が共存することの証です。皆さんが知っている中国の民族は漢民族と呼ばれる形ぐらいだと思うのですが、中国の根底にある文化の豊かさについて多様な民族の共生の観点から私たちと共に見ていきましょう。これは何文字？どこかで見たことがあるような。これは中国民族が使っているマンゴーというよ。マンゴーの語のアルファベットを使っているから見たことがあるのかも。満足って？満足は中国の少数民族の中で2番目に人口が多い北東部の民族で、1644年に新王朝の順次兵という方が皇帝になった時に北京まで進軍して天下を統一した。わあ、綺麗な服だね。うん、綺麗ですよ。満足の服の特徴はこんな感じだよ。この服のおかげで馬の乗り心地もいいし、手の甲を寒さから守ってくれるんだ。美味しそうですね。これは満漢全席ですよ。中国の国民の食文化の重要な部分ですよ。そうなんですか？そうだよ。新王朝の時に満族と漢族の役員の間に頻繁な宴会のために形成された。いろいろな食材があるそうですね。あ、これはチベットか。めっちゃ寒いな。そうでしょ。チベットは高山地帯にあるから年間を通して寒いんだよ。あの人たちが着ている服は暖かそうだね。これはチベット民族衣装だよ。綺麗やろ。耐久性と保湿性に優れているけん、チベットに来たら買っちゃった方がいいと思うで。こんなに寒いのに食材とかどうしてるんだろう。それはね、白や羊の乳製品と麦で作った食べ物が主食なんだよ。てか、ずっと気になってたんやけど、この後ろの宮殿みたいなやつは何なん？何？この宮殿はね、ポトラ宮殿といって、歴代のダライラム法王が執務や祭事、居住に使っていた宮殿だね。チベットで主に信仰されているチベット仏教において、ダライラム法王は菩薩様の生まれ変わりなんだよ。町中で信徒が祈願している五体投地を見ることもよくあるんだよ。これはどこ？内モンゴル自治区の首都、ウッホテン。こんなに建物があるんだ。草原が一面に広がると思ってた。ほんまに言うてる？そんなわけないやん。内モンゴル自治区は中国で最初にできた自治区で、中国国内でも比較的に経済が発展してる地域ね。なあ？うん、特に天然資源が豊富で、一人当たり GDP は中国で5番目くらい高いんだ。知らなかった。同じモンゴル族が建てたモンゴル人民共和国とは違うんだよね。そうだね。でもモンゴル民族として多くの文化を共有しているんだよ。あと例えば文字は写真のような、そのモンゴル文字というものが使われているんだ。だから内モンゴルの自治局の看板はそのモンゴル文字と漢字の2種類の文字が書かれているんだよ。なんだか刀みたいで力強くてかっこいいな。せやな。その他にも服装が特徴的なんやで。写真に写っている男女が身につけているのがデールと呼ばれるモンゴルの民族衣装やねんけど、この服は私たちがチャイナドレスって呼んでるチーパーのルーツとも言われてるんやで。色鮮やかでめっちゃ綺麗やんな。着てみたいな。あれ？これどっかで見たことあるような気すんねんけど。これは朝鮮族の民族衣装だね。中国に住む朝鮮族は現在合わせて約180万。少数民族の中では第14位くらいの人口らしいよ。へえ、そうなんや。てかこの鮮やかな民族衣装には何か意味があるの？
そうだね。結婚式など式典の時に着る服、豊作を祝う伝統芸能の時に着る民服などがあるなし。色によっても意味が違うんだって。例えば、この左側の女性のように赤いチマに黄色のチョゴリを着ている方は子供や若い人が多いんだって。へえ、そうなんだ。朝鮮族のことももっと知ってみたいな。うん。朝鮮族はね、もともと先祖が朝鮮半島から中国へと移住した人のことで、国籍は中国なんだ。でも、学校や家庭では中国語以外に朝鮮語も使ってるらしい。かっこいい。そうだね。実際に行った際にぜひ彼らの舞台や朝鮮料理を楽しんでみたいな。うん。みんなお疲れ。どうやった？疲れたけど楽しかったな。中国にはまだ他いろいろな他の民族があるんですよ。そうなんだ。もっと旅行に行ってみたいな。そうだよね。絶対な。それでは今日はこの辺で。さよなら。さよなら。さよなら。